どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。お願いします。やばくないこの袋、超上がるんだけど。今回はですね、はい、ゼノプロではおなじみ看板のないアニメショップで今年1回目の運試しくじやってきました。実はもう看板ついた。僕らがそうやっていじったからかな。え、そうだよ。うちら影響力めっちゃあるから。ちなみに今まではちょっと怪しい袋で帰ってきてたんだけど、うん、今回からこんな素敵な袋にね、一番くじの景品を入れて帰ってこれるっていう、富山県民はぜひね、ブックマーケット行ってみてください。つい名前出したの。毎回なんだけど、あのお店はね、私の好きなくじがめちゃめちゃ多いんですよ。そうね。なので今回はね、リベンジくじのみを行ってきました。2人で1万円分だね。そう、私が2作品で、ポナちゃんが1作品なので、この順番で発表しようか。あ、オッケーオッケー、うん、じゃあ私からまず買ってきたランダムは、あ、こちらじゃん。おしのこ、台東くじの、台東くじじゃん、スイートセロレスター、サウスサー。上位賞が全カレしてたので、私は今回下位賞しか引いてなかったんですけど、狙いは前回出なかった愛のアクリルスタンドです。はい、まずこれ1個、これラス1だった。まず運試し一発目よ。ちなみに、ええ、何が、今年初ランダムよ。そうだよ。今回ね、全種類5回ずつ引いたから、まあこれ勝負よね、ガチで。推しの子で始める1年いいな。おぉ、あーっと2つ。あーっと、まずくないっすか。ちなみに残りの状況としてはあと10個。もうゼノンが残り半分引いてきたってことね。うん、でアクスタが10個中3だった。もう運悪いよ。ちなみに、じゃあこれで最後にアクスタ引けたかどうかはね、後から発表しますということで、はい、クリアファイルから見せていきます。私の狙いは星の愛、ポタちゃん狙いは有馬健太だろうかでございます。2枚セットなんだよね。あれあれ、なんか色があれちょっと見えてるけど、来たかもしんない。いきます、パラパン。うわあ、え、今日ある、今年最強、え、すごくない、うわ、演技いい。おい、これ使えるじゃん。星の愛がさ、1年一発目は演技良くない、なんかラス1だったしね、これ。前回黒川茜2が欲しくて出なかったんだよね。で、星の愛は持ってるのよ。だから愛が出たら嬉しいけど、うん、黒川茜2が実は一番欲しい。みんなに見せたいんだよね。そうなんだよね、うん、というわけで今回は黒川茜2、有馬かな2、星の愛狙いでいきます。まあ4つあるとね、なんか、まあ、4つある4つあるとかにして言ってね。いきます、1個目。はい、この間コメント欄でピエロンのモノマネがうまいって言われて調子に乗っちゃったよ。あれ、色が茜1、3個目ですね。で、ノーマル茜ですね。いきます、パラパン。あっ、僕色しか見えてないけどリアクションでもう分かっちゃった。いや、ちょっと推しの子見たくなるツーショットでちょっと行かせていただこうかな。え、黒川茜は星の愛に会ったことも血縁関係もないんですが、めっちゃ似てますね。おや、あれ、これだよ。これなんて幸先のいい1年なんですか。え、やばくない、これ。有馬かな出してあげたい、これポタちゃんに。いや、頼む、だろうが、だろうが、だろうが、頼む。いくよ、だろうが有馬でいきます。だろうが有馬。やばい、私いつもこの2人で引いちゃう。なんかいや、私全然有馬とくっついてほしいなとか思ってる派なんだけどね、一応。てかくっついてるか。というわけであと1個もちろんありますと。ほなちゃん、私何引いたと思う。今日結構でも運いいのよ。狙い、狙いできてんの。うん、アクスタ引いてますっていうことでいいね。さすがにアクスタ引いてないんだったら最後まで買い占めてこいよ。目つぶって、最後の一つ、はい、こちらでございます。いいですか。はい、アニマカナだろうが。いや、一点抜きすればいいよ。そういうことや。っていうか、この刀身のアクスタでランダムやめん。どうだろう、わかんない。いや、わかんない。感触チェックすんなって。いや、でもアクアではない、絶対上ツルツルだから。あーね、はいはい、これ全5種類だから。いきます、はい、ラストの1個。私が引いたのはタラッ。おお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 
わお前今年いい1年になりますこれ。絶対なるよ。だって狙い全部引いたんでしょ。うん引いた。やばいやばいやばいやば。じゃん。これで動画終わってええやん。ありがとうございます皆さん。でもこれ最初に持ってきたってことは私はまだ後半に続く貴重なものを引いてきてるわけですね。そういうことですよね。っていうことなんですよ。というわけでポタちゃん編どうぞ。はい。というわけで僕は今回カノカリくじ引いてきました。こちらも安くなって600円。おいえ僕の狙いは B 賞の水原千鶴ちゃんのクソデカイラストボードでした。イラボハマっております。はい、ランダムがないので賞の発表とかじゃなくて順番にいきます。ああそうなんだ。はい、じゃあポタちゃんもうここで運が決まっちゃうってこと。はい、じゃあまずポタはエッチのエッチから。お一つ目こちら、バーン、ルカちゃんの色紙。これは枯れてたってこと。バーン。これなんか2種類あったらしいの。でもギャルバージョンしかなくて、うん、もう1個のバージョンも欲しかったなっていう気持ちはある。前これ持ってたよね。これは持ってる。でもギャルの水原が好き。5回引いたんであと3回です。いや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 全然いいよ。私も最後に1抜いたから。だって1個さえ当てれば別に他はねもうどうでもいいまであるもんね。いけるよ。チェイソーマンコラボ、鬼滅の刃コラボとパズドラで爆死し続けたけど。あ、ちなみにプロセガのホナミも引いてないよ。なんならエナ天井だよ。でも天井で交換できなかった私がいるんだから元気出しなよ。あんかわいそう。じゃあこちらドーン。うわーかわいい。君との学園生活ブックボード。え、なにそれ。なんなのこれって思って。水原千鶴と同じクラスの僕をできるってこと。まあ大学なので厳密にはクラスではないんですけど。あ、大学なんだ。大学生です。ギャル原のさ、こんなビレイラストのクソデカイラストボードがあんだよ。ねえ、ほんとにさ、私カノカリほんとに見ないんだけど。絶対見て。水原千鶴は可愛いと思う。水原千鶴マジで。あとね、ルカちゃんも見た目好き。でもルカちゃんが幸せになれないって聞いて私はもう見る気ないんだけど。ほんとにルカは一番かわいそう。え、3期どうなん。3期はイライラする。いや、今んとこはおもろい。あーそうなんだ。今んとこはおもろい。でも次ルカちゃんがまたちょっとかわいそうな目に合いそうな。いや絶対に見んよ。かわいそうな目に合いそうで一旦見るのやめた。かわいい。かわいい。なんかあんまり僕らがさ買う一番くじないラインナップだよね。ね、いいじゃないですか。であと2つ。いやまだあるよ。今が G 賞だよね。先が遠いんです。C D E F G H あ。めっちゃ一気に老けちゃった今ので。前も引いてたそれ。いやでもうちら一途なとかあっていいなって思うんがさ、持っとっても推し持ってくるんだよね。そうなんだよね。うん、持ってない推しじゃなくて、うわあ！スミ。名前覚えちゃったよ。以上です。ああ解消さらっときました。今年の僕の運1回目とりあえず小吉といったところかな。ではではでは最後に取っといたということは何を引いてきたかというとこちらを見せてしまいますね。なんだ。お前まさか富山中の銀時を。いや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 、みんな思い返してみてくださいよ。私この銀玉の一番くじ来たのが嬉しかったのを通り越して憂鬱になりすぎて動画にするかどうか迷って、結局銀時はコンプしたとは言いつつフニービーンズだけ引けてないんだよね。そうね。なんで今回フニービーンズ狙いで銀玉一番くじ引いてきました。素晴らしい。あ、これ一番下の賞なんですね、J 賞。でも J 賞でこれ結構いいよね。これ家にね、今3枚目ぐらいあるから全部の部屋に銀時がこうやって飾れるんじゃないかなっていう幸せ。半分宗教見て、お尻出とる。え、見ればいいの。え、見ていいけど、ちょっとお尻出とるよって。はい。まあ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 、坂田銀時回収業者ですからの ABCDEFGHIJ。 アイショー抜けてる。あ、アイショー抜けてんのか。アイショーって、あ、出してないだけか。え、これかな。いや、これ銀時1個しかなかったよ。ああね、うん、しゃあないね。そう、さあ残り2つ。今んとこ僕と引き変わりませんが、私何引いてきたと思う。今回の一番くじ銀玉は A 賞が銀時のフィギュア、 B 賞からアクリルスタンド、うん、でその下にプニービーンズがあって、クリアファイル、チャームコレクション、 J 賞なんですね。いや、あと2つ。今日のゼノンの運の良さ、プニービーンズ引いてます。1つだけ。でも1つで銀時当てればもったいないもんね。そうなんよ。これ銀時持ってるんだよね。でも私は坂田銀時回収業者っていう名前ないよ、別名。
勝手に名乗りすぎコンポーフの人にも銀さんだけは売られないんですねって言われる視聴者さんに話しかけられた時もゼノンさんですかじゃなくて今日初めて銀さんのフィギュアありましたよだったそんな坂田銀時回収業者の私そんなことあるここに出すのが銀時ってことなんだよセラヤチャンネルじゃないの？え？ゼノン今年やばいぞ。ラスト1個。はい。プニービーンズかジョイショーです。いやここまで来たらプニビってくれ。いやプニビるだろ。さすがに。今日お前すべてを手に入れた女だよ。うん、いきます。お願いします。最後の一つ。結果。あ、こうだったね。これ、選べないからね、みんな。B 賞、坂田銀時ビッグアクリルスタンド。5回に引いちゃった。なんでプニビーズ引けてないんだ。引けてないけど、なんか私、運で銀時2個抜けたから、なんかもうどうでもよくなっちゃった。おめでとう。ありがとう。マジですごい。